知能線、感情線と、ちょっとちょっとちょうど、あ、これ運命線、すいません。ちょっと今こんがらがりました。真ん中が運命線って言います。で、この真ん中の運命線っていうのも、まあ、多少その頭脳線と同じで自分の才能を表します。ここの線がまっすぐピーッと生えてる人は考え方がもう好きか嫌いかみたいなはっきりしてるタイプで、決めたらどんどん動くタイプ。はい、で例えば途切れ途切れになっている人いらっしゃいますか？ちょっと自分の手のひらを見てみてください。この真ん中の線、はい、この切り切れになっている人は、あの転職とかいろんな経験をするごとにスキルアップをします。はい、なので持っててなんかすっごい切れてるんだけど大丈夫かなって思うかもしれないけど、実はこの切れることによってスキルアップ、なんかいろんな経験をすることができるよっていう線なので、悪い線ではないんです。じゃあもう一つ、はい、僕はですね、ありますね、はい、大井さんの手をまた拝見させていただきました。ここから線が入っているんですけど、この線は、まあ、ここの年齢で換算することができるんですけど、この年齢の時から新たに自分のスキルを別で増やすっていう人とか、新しい考え方のシーンがもう一個できましたよっていうに多いんです。あ、じゃあ今現在進行形で出てるってことですか？そうです、そうです。はい、あ、ありがとうございます。なんか気になることあったら全然質問してください。何が何だか分かんないっていうのもあると思うんですけど、まあ、今以上で大体3大線の、まあ、それがちょっと4大線という形になったんですけど、説明をさせていただきました。でこの後毎日の体調チェックっていう感じでやっていくんですけど、まずは生命線、さっき言ってた生命線、ここ心臓とか循環器の調子を見ます。なのでさっきも言いました、ここの生命線がまっすぐな線の人は循環器系順調ですよ、大丈夫ですよっていうサインです。どうですか皆さん、ちょっと女性の方だと例えばこう女性特有の周期の問題だったりとか、そういうので貧血になりやすいよっていう方がいらっしゃるので、ここの線が妨害っていう線が入ってるか、どの中にはいると思います。で次いいですか、どんどん先行っちゃってるけど問題ないですか。はい、じゃあ次感情線、ここはさっきも言いました、心の自分の心の在り方とかそういうのを見るんですけど、ここプラス胃腸を見ます。はい、なのでここの線がまっすぐ綺麗な感じだったら胃腸の調子は問題ないですよっていう状態です。で例えばこういう妨害線が入ってますよとか、鎖の線がそこに出てるよっていう場合は、お腹の調子が例えばストレスによって緊張するとすごいお腹痛くなるんですよっていう人とかは、ここの線に妨害の線もしくは鎖の線が入ってますよっていう感じです。で次は知能線、ここの線なんですけど、ここは神経系、例えば目とか目の疲れ、頭が痛いとかそういうのと、あとは肩こり、腰痛ある人はここの線が乱れてますよっていうサインです。はい、一応
この3回戦でそういったざっくりとした内容が確認できて、その次に次のこちらです。はい、はい、次はですね、本当見やすいです、簡単です。自分の手のひらを皆さん見てもらって、手のひらの色がピンク色だよって言ったら、ピンク色、ピンク色、ピンク色、よくわかんないよね、本当。まあ普通の肌色とちょっとこう健康的な、私ちょっと今日は 青っぽくなっているあれなんですけど、あの普通にピンクっぽい色って言ったら問題ないです。ただ手のひらの色がちょっと青いなとか白っぽいなっていう人って、白くはない、白くはない皆さんどうですか、白いね、白い人、白い人、はい、手挙げてみてください。皆さん夜寝ました？マジで寝ました？寝てない、寝てないっていう人で手青い人手挙げて、みんな手青いですか？寝てない？そういう感じで手のひらの色で、あ、今日ちょっと疲れてるなとか、ピンク色だと元気で大丈夫とかっていうのがあるんですけど、もう一つちょっとだけ心配なのが、手のひらの色がピンクよりもちょっと赤っぽい全体的にっていう人が本当にごくたまにいます。で、そういう方はもしかしたらこうなんか持病があって、その持病の発作が出るかもしれないよっていうサインなので、皆さんちょっと体調を見るときにチェックして見てください。じゃあですね、僕は質問なんですけど、はい、てか黄色い人は、黄色い人はあの黄疸っていう、あの肝臓とか腎臓が悪いサインなので、そこの中はい、気をつけて、俺がバレていく、はい、じゃあ別にこれは普通、肝臓みたいな感じになっている場合は普通です。ただその肝臓が出てる周りの色が、例えばちょっと青白っぽかったりとか、そういうちょっと黒っぽくくすんでる方とかもちょっと体調が悪いっていう証拠なので、はい、あのケアをしてもらいたいと思います。なんか質問とかないですか？わかりました。今ちょっとすいません、聞きます大丈夫、ここで一応決めてるんじゃないですけど、はい、ちゃんと見ないとっていうこと。あ、そうですね、あのもし気になって自分はどうなんだろうって分かんないと思うんですよね。今私が講座、私は分かってるんでどんどん講座進められるし、あのどんどん見れるんですけど、ぱっと見ても分かんないよっていう場合は、あの実は私に聞いていただければ、あのちょっと説明もさせていただきますので、よかったら手のひらから手のひらで健康状態を見つつ、もう少し詳しく三大点とかで健康状態を、はい、見ていきます。はい、お名前、お名前、そういう感じですね。はい、じゃあ次どうぞ。では皆さん、次は気になる健康、健康じゃない、間違った間違った、金運いきます。金運いいですか？いきますよ。今からあの3つのタイプ書いていくので、自分に当てはまってるかなって思うあの手の解説を聞いてください。今3つの知能線を書きました。知能線を書きました。この生命線と一緒にスタートしているピョンって出ている線の、3つ、まっすぐ伸びてて上の方に
の下の方で埋まってるんですけど、上の方に来てる人とちょっとこの真ん中ら辺にヒューって下がってるよっていう人と、一番下手首の近くに元気になってる人の3パターンで行くのです。これが生命生命線、ここの親指からの親指時間線です。はい、血の中央線の位置分かりました？はい、はい、じゃあ上の方の方手を挙げてください。上の方、このまっすぐ血の線の伸びてる上の方、はい、よく見ます？いますか？いないです。
この地層をちょっと見て参考にするのもいいのかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。結構多分個人だとどこが上向いていてどこが真ん中で、あ、もう変えたで、どこが下なのかっていうのはやっぱりちょっと細かく見ないと分かるんですね。でこの、まあ、3段階に分かれてる感じのところも、はい、その下の手も、まあ、どういうところを見て、で、なんかちょっと中心じゃないけど、あるわけですよ。あ、そこは別に答えにくって、はい、そこまでは答えにくって言うけど、あるんだよね、なんか、あります、自分の中でね、はい、これって習ったら分かるものなんですか？習ったら分かりますよ。もうすぐ分かります。ちなみになんですけど、私あのレッスンをやってるんでだったら、はい、あの知りたいよって方は個人レッスンもありますので、よかったら。ここを見れるようになると意外と飲み会、まあ、今はこんなご時世なんでなかなか難しいとは思うんですけど、なんか飲み会とかでなんか私見れるよっていうなんかちょっと話題とか話の会にはなるかなっていうのはありますね。じゃあ残りはもう最後のフォームですね。はい、最後です。Thank you.